はい、おじでーす。さあ、今回は楽天モバイルの話題になります。ね、紹介された人、絶対に、絶対に、絶対に損だっていうね、まあ、さらなるキャンペーンが始まっております。っていうか、ずっとあるんだけどね、紹介のやつ、お友達紹介、ね。劇団の字もね、随分前にお友達紹介の内容は動画で作って、で、これってどう考えても、紹介した人が美味しくて、紹介された人って美味しくないよねっていうことで、で、まあ、不平等だよねっていうことで、うん、まあ、あんまおすすめしないというか、ね、おすすめ、紹介で入る人ってただの釜だよねっていうね。で、今回は、こんな内容をね、投稿いただいて、ね、一番にね、紹介キャンペーンがパワーアップするようです。公式ページに書き記載があります。2023年8月1日火曜日9時以降の最強プランをお申し込み分より、紹介された方、非紹介者様のポイント申請額が3000ポイントから6000ポイントに変更になります。というね、投稿いただきました。ありがとうございます。ね。それでね、公式の内容のキャンペーン、楽天モバイル紹介キャンペーン、ね。一人紹介するにつき7000円相当のポイントがもらえるよっていうね、まあ、こういうキャンペーンやってて、紹介された人にも3000ポイントプレゼントだよってことで、これおかしいだろうってね、でこの紹介で入った人ってただのカモね。で、今回はこの3000ポイントが6000ポイントになるから、紹介した人は7000ポイント、紹介された人は6000ポイントなんだけれども、普通入ってくれる人に対してなんかね、ポイントを多く差し上げるならわかるけど、で、これってね、おかしいんだよ。この紹介キャンペーンは、本来は紹介された人が得るべき利得を、紹介した人に全部吸い取られちゃうみたいな、そういうバランスになってると、おじいは見ていました。どういうことかというと、キャンペーン期間はね、まあ、これ8月1日以降の申し込みは、紹介された方が3000ポイントから6000ポイントに変更になりましょうって、まあ、一見美味しくなるように見えてるんだけれども、実はね、ちょっとよく見ていきましょう。ね。まあ、この内容は特に変更があった内容ではないんだけど、まあ、1、2、3、4、5の条件を全て満たした楽天会員の方ってことで、もう5つまであるのかよ。で、まず一つ目、ね、まあ、キャンペーン期間中に、キャンペーンページから、LINE、Twitter、ね、これ何、バイバーで、メール、SMS、その他でキャンペーン紹介 URL を送信すること。ね、紹介者は、とにかく紹介 URL を お知らせすること。で、これね、紹介する方が楽天最強プラン、ね、もしくは楽天最強プランデータタイプのご契約者様であることが条件です。紹介する人、例えば元気なおじいが皆さんにね、この紹介キャンペーンで入ってねっていう時は、元気なおじいが最強プランに入っている、もしくはデータプランの最強プランに入っている、どっちかに入っている必要があるわけです。でもおじいはブロックされていて契約することができません、ね、それで、2つ目、紹介された方は、紹介キャンペーン、ね、紹介者の方がいる URL にジャンプして、そして自分の楽天 ID でログインして、その紹介者のリンクから契約して入ってくださいね、っていうね。これが条件になります。で、紹介ログイン後に店舗楽天モバイルショップにてお申し込みする方も対象となりますよ、ということです。で、三つ目、楽天最強プランへ書き一時最終的な方法。まあ、新規か乗り換えか楽天モバイル。ね。これ入った方。ね、でね、ここが面白いんだよ。紹介する人は、最強プラン、ね、音声プラン、データプラン、どっちでもいいのに、これね、楽天最強プラン、データプランは対象外です。ね、月額プランは、データプランであろうが、通常プランであろうが、値段は全く同じなのに、データタイプでうっかり入っちゃったら、いただけない。紹介した人も紹介された人も。ね、
これつまらないね、これね。紹介された人、紹介した人がこれ紹介キャンペーンだから、紹介された人ももらえないってことかな、これね。で、楽天最強プランはね、ちゃんと使ってくださいね。で、まあ、受け取って使うことが条件になってます。ね。で、楽天リンクも使うこと、これも条件になってます。めんどくさいね。で、紹介した人は、ポイントがね、3ヶ月にわたって、ね、初月2000ポイント、その翌月2000ポイント、その翌月に3000ポイント、ね、ちま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 、ね。そして、まあ、他のトラップはないのかな、まあ、上限はありますよってことで、紹介された方、ね、あ、やっぱそうだ。紹介された方の3000ポイント。で、これは8月1日から6000ポイントになるんだけど、やっぱりここに楽天最強プラン、データプランをお申し込みいただいた場合は、特典適用対象外となりますってことなんで、まあ30、今だったら3000、8月1日から6000円、どっちにしても、その特典はもらえませんということなんです。これ、ひどいよね。紹介する人はデータタイプだろうが、通常プランだろうが、紹介する権利を持っているのに、入ってくれた人がデータタイプを選んだ場合、紹介した人も紹介された人も、1ポイントももらえない。ね。せっかく紹介したのに何ももらえない。対象外。ね。でもデータタイプに入ってくれても、月額料金は同じだけ取る。ね。何なんだい、これ。でしかも、ね、期間限定ポイント、ね、であと特典対象外、ね、まあ、いろんな内容があります。紹介された人、ね、まあ、お一人一回初めてだから、あとこれ、ね、電気通信事業法、ね、引っかかる場合、これもあります。で、今回おじいがね、この併用可能キャンペーンというのがあって、このご紹介キャンペーン、3000もしくは6000のキャンペーンで入った人っていうのは、併用可能なのは、楽天最強プランを申し込むことで誰でも3000ポイントもらえますよっていうね。これとは併用できる。だからデータプランではないやつ、ね。最強プラン入ったら3000ポイントもらえる。これは併用できる。で、併用不可キャンペーン、それ以外は、それで、下記のキャンペーン以外は併用不可能なんです。この誰でも3000ポイント以外は不可能、併用不可能なんです。で、いろんなキャンペーンが併用不可能キャンペーンのところに書いてあるんだけど、ね、これ、楽天ハンド 5G、楽天ハイファイポケット1円キャンペーン、ね、これが併用できないということになります。だからご紹介で、入った場合、ね、ご紹介キャンペーンと、この楽天ハンド1円キャンペーンが、これが併用できない。ね、で、楽天ハンドを1円、ね、ポケットとか1円でもらった方が、お得だよね。どう考えても、絶対に。違う。そうでしょ？なのに、これが併用不可なんです。だったら、ね、この元気なおじいのこの動画の説明欄にある、ね、おじいの紹介リンクで飛んで入っていただいて、で、普通に楽天ハンド 5G を申し込んで新規で入った方が、絶対にお得だよね、これ。そうでしょ？ 3000 ポイントとか6000ポイントもらって、その特典がなくなってしまう。併用不可。だったら、1円の方が実態にメリット大きいよね。これね、何考えてんだろうね、本当ね。で、紹介した人の方が、美味しい。でも、トラップがあって、どんどん、まあ、最初はお試しでデータプランから、切り替えもできますからって言いながら、得点を上げないようにしてる。なんて汚いんだ。ね。
で、これね、ここに書いてないけど、これ書いてない、書いてなかったかな。これね、もう一個面白い内容があったんだけど、今回飛ばしちゃってるよね、確かね。今回、そうだね、今回飛ばしちゃってるね。実はね、そう、これ、ここに書いてあった。あのね、本来はご紹介者様、ね、の上限は毎月10名までとなりますよってね、まあ、毎月10名もすごいけどね、本当、もともと3名しかできないとかね、そこからどんどん増えていったんだけど、で、その URL を皆さんに告示して、先着なんで、それで入っても、もう上限達したら特典がお互いにもらえないっていう、かわいそうなことになるから、おじいは垂れ金しないから、それはやらなかったんだよね。で、この毎月10名の10名紹介するって大変でしょ？でもこれを取っ払って、ね、2023年6月に紹介する方、ご紹介者様の上限を削除しました。上限削除の適用は、ポイント進展の初月が2023年10月以降のポイント付与、ね、分からになりましょうということで、もう、毎月10名、ね、7万ポイント、までっていうね、その上限が取っ払われた。もう100万ポイントだろうが1000万ポイントだろうが、もうガバガバ紹介しろっていうね。ほんとね。で、毎月10名の枠もこれ結構相当なもんだけど、ね。一人が3人紹介するのも大変なんだよ。ね。みんながみんな3人紹介できたらね、ネズミ子はみんな成功する。ね。これ、すごいよね。このやり口がね。ね。これ、あれだもんね。楽天 PG アフリートより全然いいもんね。ほんと。まあ、バカバカしいね。ほんとね。楽天はね、ほんと、まあ、楽天はっていうか、三木谷が、なんだよ。結局ね。なんでこんな単純なことわかんないんだろうね。もう、土地狂ってる人しか思えないね。はい、そんなわけで、ほんとね、気をつけてね、紹介のコードで入ると、キャンペーン対象外です。ね。ハンド。楽天ハンド。ね。もったいない話だね、ほんと。あれ、誰でも3000ポイントは、普通の、このご紹介キャンペーンのこれから入ると、なんでかっていうと、普通の、例えば、おじいのね、リンクから飛んでもらって、で、ハンドを、1円とかでね、申し込むでしょ。そしたら、ウェルカムの3000ポイントはもらえるよね、確か。で、このご紹介のやつはなんでもらえるのかっていうと、結局、紹介する人に7000ポイント払うから、だから、その分、なんていうの？この、ハンドの利益分を、ね、ハンド買わせないよ、併用できないよ、つって、で紹介された人に7000ポイントあげちゃうから、その分の利益、そっちに行っちゃうんだよ。だから、紹介された人は、その紹介、コードで入ると、損なんだよ。楽天 ID のご紹介で行くと。ねえ、バカバカしい。だったら、元気なおじいのこの動画の説明欄にあるリンクから普通に飛んでって、ね、楽天ハンド1円で同時に申し込んでください。通常ね。その方がね、よっぽどいいよ。ね、バカバカしい。本当に。はい、そういうことで、まあ、単純なことがわからないけども、まあ、アホとバカは紙一重って言うからね、ほんとね。わかんねえ、おじいには。ね、このメリットがわかんねえ。で、このバランス配合だと、ほんとに悪どい勧誘が増えるばかりだし、騙すやつも出てくるし、ね、いろんな問題が出てくるよ、ほんと。なんか、情けないよね、上限まで取っ払って、ねえ。社員にノルマ化してね、一人何人とかっていう、もう、それだけ切羽詰まってるってことなんだよ。
だこういうのを見ているとやっぱりダメだろうなって思っちゃうよね。本当にダメだよね。楽天モバイル絶対持たないね、これはね。時間の問題だね、やっぱね。はい、まあ内容が内容だけに本当残念ね。それなのに時差の回線をねもっと良くしていこうっていうのは、まあ、後回しでいいじゃないかっていうね。まあ、KDDI の足のインチキね。ちゃんとみんなが使えないのに、ね、エリアを全部一色にしちゃって、インチキ戦法、ね。ダメだよ、ほんと。呆れた、楽天にはね。はい、そんなわけで終わります。次はね、ご飯食べたいと思います。以上です。久しぶりに楽天モバイルネタでした。投稿してくれた方ね、ありがとうございました。またね、バイバイ。